さまこんにちは。政治エンターテインメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。イータランバンク写真拡大。4月13日、日本テレビ系月曜から夜更かしにマツコデラックスと関ジャニ∞、村上信五が出演した。別の記事、実は住みづらい街1位に、持論展開、こういうことになるのよ。番組では今回、新型コロナウイルスへの対策により、スタジオでの映像収録が行われ、マツコと村上が音声で出演するといった形式で放送された。マツコは、現在の自身の姿について、白髪隠してた奴は落としちゃったから。白髪だらけよ、美容室にも行けないからさと切り出すと、あともう爪が狂気みたいになってきてるからさ、だんだん、と、様々は体の変化について触れた。さらに、どうにかしてくれないとこれ、大変なことになってきてるわよ。と発言すると、村上からは、ベースは維持してるよといった声がかけられていた。マツコデラックスをもっと詳しく。